距離が近い人バカ、俺距離遠い人だわ、距離近い人が苦手なんだ。うぅー勝って指をこうやって犠牲にしながらやると、よしこうやってなります。でこうするとこうやってなんかつけるんだよ。わかる、言ってること、言ってることわかりますか。俺がこれパワープレイですね。お茶漬け食べたってどういうことですか。田中さん、田中幸喜ですか。あいつ生意気だからな。あいつのコメントとか、あの個人的に送ってくるメッセージはもう全部無視するって決めてるんで。握力58もない。お、え、握力58もあったらすごくない。俺58ぐらいあるべ。髪の毛も全部切ってこうやってやってやりたい。こうやってもう全部、もうこういう役欲しいね。こういう、ひき肉じゃないっすね、佐野飯です。お茶漬けいただきました。本当でもちょっと前だけどね、めちゃめちゃ美味しかった本当に。阿部ちゃんさん本当優しい、もう本当優しいからすごいよね、本当優しい。なんかやっぱあのスター集団であの優しさができるのは本当俺は尊敬する。多分俺だったらおごり高ぶるもんね。あの優しさと謙虚さがあるからやっぱスターなんだろうなって思う。まあちょっとキラリちょっと少しだけやるけど、ちょっとねさすがに長くできない。俺今から仕事して家帰って、明日もちょっと朝早いので、ちょっとあんま、いつも1時間半とかやってんだけど、キラリちょっと持って、なんか後期めっちゃ なんだ何送ってんだお前、白菜とか。こいつ暇なのかな、ずっと見てるやん。キラリ入ってたけど好きすぎて見れなくて抜けた、どういうこと。好きのこじらしってこと。GQ のアクセサリーオンラインでも買えますか。今わかんないけど、あれ受注らしいから。今日キラリ入ったから今日配信嬉しい。今日入ってくれたの？ありがとう。そこだけ読むね。こいつなんでタメ口なんだ？ちょこ。こいついつかタメ口になった？マジで。すげえな。裏でタメ口ならまだしも、まだしも。表だったらお前、敬語を使っとけよ。みんなに言われるぞ、お前。何個したやねん、お前。学生呼んだら来てくれますか。うん、まあ行くよ、場所によっては。キラリの時間盛りすぎ。いやいや、マックスね、マックス1時間半ぐらいやるじゃん。大体1時間だけどね。いや、まあみんな最近どうよって話がしたいね、僕は。最近どうよ、調子は。ちょっと髪の毛切りたいな、目に刺さってさ、目が痛いんだ。ちょっと今名古屋弁だったね、俺ね。だって後輩やん、お前同期だろ、お前ほぼ同期だろ。難しいよね。なんか俺結構後輩とか先輩ってさ、まあまあ社歴とかもあるのかもしれないけどさ、結局俺年齢なんだ。
コウキ、名古屋弁ってどういう感じ？もう俺名古屋出身じゃないか分かんないんだけど。あー、何だかやみたいな。まあ、ち、分かんねえや。母親名古屋弁なんだけどさ。シュンタ、キラリ入るか悩んでます。絶対入れよ。じゃあ、なんとかだね。そう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 、翔くんがコラボ、あーなんかね、聞いたわ。なんか母親がなんか送ってきて、したいっすよ。だがいなんて使わんから。あ、マジ母親いつも見てんな、すげえな。なんかもううざいとか通り越して、もう尊敬に値するわ。すげえな、いつも見てんな。髪切れねえ、切れねえんだよ。ガクやってっから切れねえんだよ。髪型いけてません。これいいよね。ちょっと最近岡崎帰った。帰ってないよね、岡崎ね。まあなんでポップアップ行ってみてください。明日渋谷協定ある人いるでしょ。ぜひ行ってみてください。横からの眺め素晴らしいね。これじゃあちょっと50分になったらキラリ行くわ。あ、明日渋谷予定ある、渋谷行く予定ある人です。お、行ってくれ。モディ、渋谷のモディだったかな、やってるんで、ぜひ一回見に行ってみてください。代々木に行くから渋谷も行ってみようかな。ありがとう、行ってみて。キラリすぐ始める、すぐ始める、すぐ、もう50分に始めるけど、まあ一応ストーリーで告知はするけどね。帽子かぶるか、みんながスネオスネオって言うからさ。あ、帽子かぶってもスネオだ今日。大阪行くよ。受験も頑張れな、みんな。オフィシャルさん来てる？何のオフィシャルさん来てる？ヒゲ生えてる。ヒゲぐらい生えるわお前。メンズ25歳やお前。あんま見ないで、ヒゲ生えてるって怒られるんだから。生えるだろ。あ、一応見えてるよ。キラリに入ったらコメント読んでくれますか？まあそれはね、やっぱ倍率上がる。脱毛してる？してないよ脱毛。25歳だよ僕はね。倍率じゃなくて確率かもしれんな。キラリ入り方わかんないじゃん。あとストーリーあげるからそっからちょ見てみてくれ。受験頑張ってな。髪の毛サラサラじゃないよ今。もうなんかスプレーとかワックスでもうなんかもうキシキシだよ。
近までキラリ悩んでたけど本当に入った方がいいな。ありがとう、宣伝部長いるな。腕細、確かに細く見えるんだ腕。なんか怪我してる、何これ。大丈夫、怪我。あとほくろ、ほくろこんなとこあったの俺知らなかった。今日ほくろ配信だ、初めて気づいた。ほくろあんの、ここに。ちょっと懸垂やってんだけど。まだないな。懸垂やってるよ、毎日懸垂してる。こんなとこにほくろあったんだ。父親さ、ここにま、こんな1万人の前で言うことじゃないかもしれないけどさ、左かなんかのここにさ、父親見てる？元気？ここにさ、でっかいほくろあんのよ、父親。今思い出したわ。ここにでっかいほくろあって、その、真ん中から1本毛生えてんの、父親。ごめん。バラしちゃった、みんなに。ここにでっかいほくろあって、1本毛生えてんのよ。あれ何なの、父親。俺もそうなんのかな？ここのほくろ大きくなって、毛生えてくんのかな、こっから。やだ、そんなのやだ。バラしちゃった、怒られるかな。俊太がおやすみって言ってる。おやすみ母親、頼むわ。頼むわ。もう名古屋弁かもしれませんね。やべえ、父親の個人情報バラしちゃった。ジンとさっきも一緒にいたな。あ、今50分か。ごめんごめん。ちょっと行くわ。ちょっと、今日 TikTok ライブできねえ。ちょっと、キラリ行くね。ありがとう。ガクよろしく。これ。明日見に行ってください。じゃあ、またね。ありがとう、急にこんな見てくれて1万人も。バイバイ。キラリ待ってるね。